こんにちは。雨が降ったら傘を差すね。これ吉野さんから聞いて、私はね、やっぱりこれをね、深掘りして展開することにしてるんですよ。まあ自分のことも重ね合わせてなんですけども、このあらかじめっていうね、予定の予って書いてあらかじめなんですけども、雨が降ったら傘を差すってことは、雨が降ってないうちに、天気の時に傘を買いに行ってると思うんですよね。つまりは、雨が降ることを想定して傘を買っているっていうのが、雨が降ったら傘を差すの前にあると思うんですよ。で、確かにね、私ね、今ね、金銭的にもお金的にも困ってはいないんですよ。でも今日明日が困っていないからといってそこで終わってはダメで、いずれ降るであろう雨に備えてできることをやっておくってことがね、大事なんじゃないかなと思うんですよ。だからどんな事態を想定してるかですよね。まあ、例えば子供が大きくなって、とんでもないものを要求するかもしれないですね。大抵の人はね、そんな時自分のお金がないから適当な理屈をつけてね、例えばしつけだとか言ってね、いや、なんかそんな若いうちにそんなお金持ったらろくなことがないとか言うんですよね。果たしてそうなのかなと、うん、幼い頃にいろんなものを与えるとしつけ上良くないっていう考え方もありますけども、これはね、お金がない人の負け惜しみだというふうに解釈することもできるんですよ。それはね、いろんなものを与えていろんな選択肢を使わして、その中で自分の才能や特技が早めに芽生えたりとか、新しいなんか能力や世界への出会いが初めにあった方がいいですよね。だから多分ね、自分の親の力量ってのが、すなわち子供の運なんですよね、多分。そう考えておくと、まあなんとか生きていけるからいいやとかね、今の暮らしでも十分だからって考えちゃう人っていうのは、それで蓋をされちゃうんじゃないかなと思うんですよ。自分はいいけども、もしかしたらこんなことが起きたらどうしようかとかね。例えばまあ家族を持つとかね、結婚すると相手の親とかもいるわけですよね。じゃあそっからもう本当に切なる要望が来たらどうしようとかね、不測の事態が起きた時に、あ、じゃあこういうことを協力できるよっていうふうにポンとね、行動できるのか、それとも、いや確かに今その状況わかるけど、うちでできることって限られてるよねっていうふうになっちゃうのかね。いろんなことを想定して準備して傘を何本も買っておくっていうことでしょうね。場合によってはレインコートとかね、アーケード街を作るとかね、そもそも雨が降らないところに住まいを移すとかね、いろんな選択肢があるんですよね。雨っていうのは高い確率で人生で降るわけですから、しかも何度も。だから雨が降った時に、あ、傘がないやってもう手遅れなんですよね。もしくは傘を差す体力がないとかね、まあ、そんなことはなかなかないと思いますけども。だからあらかじめできることって結構あるんですけども、今日何も起こらないからといって今日と同じ毎日が続くみたいなことになっちゃうと、そんなわけないわけですからね。不測の事態っていうのは必ず起きて、不測の事態を不測じゃない状態にしておく。不測ってのは予測してない状態ってことですけども、予測をしなきゃってことですよね。予測を、想定外って言葉があるじゃないですか。なんか流行り言葉にもなったらしいですけども、想定外って言葉を使う人は想定する能力がなかった、もしくはその範囲があまりにも小さかったとも言えるんですよね。で、前回の話になりますけども、動いてる人って止まってる人がよく見えるんですよ。で、電車の例ですけども、止まってる人は動いてる人がね、どうなってるかはよく分かんないんですよね。なんか、わあ早く取りすぎたみたいなことが分かるだけで、実際その中で何が起きてるのかってことは分かんないですよね。雨が降ったら傘を差す。雨が降る前にすでに勝負は決まってるってことなんじゃないかなと思います。